Hello World Social Radio Company 81.3 J-Wave Hello World Hello, hello, it's 10 o'clock on a Friday night. How's everyone doing? It's your boy Harry on the wave of 81.3 J-Wave 皆さんこんばんは J-Wave Hello World 始まりましたいやね、Hello, Hello って言いながら正直私ヘロヘロでございます。ね、ワールドカップ始まってほとんどの試合、まあ、生で見てるんですけども、まあ、今日はね、ジャパンが引き分け、さらに、その直前にイングランド対ウルグアイでね、ルーニーやっと決めたと思ったら、ね、スアレスに決められるっていう、ちょっと言わせてください。イギリスの、まあ、現地メディアでは、まあ、ジェラードがね、バックヘッドでやらかしたって言ってね、スアレスに対して最高のアシストじゃないかとかいろいろね、そういう、まあ、スパイスあふれるようなコメント言ってるんですけども、ね、ちょっと専門的な話になりますよ。あそこはセンターバックのジャギエルカのポジショニングがありえない、まさに英語でスクールボーイディフェンディングって言うんですけど学生的なディフェンスだったと思います。いや素晴らしいディフェンスなんですよね、センターバックジャギエルカとケイヒルもなんですけど、まあ、昔のリオ・ファーディナンドとか、まあ、ジョン・テリーとか、ソル・キャンベル、トニー・アダムスと比べたちょっと世界一のね世界に誇れるセンターバックではないのがちょっと明確なんではないかと思います。まあ、今夜のちょうどイタリア・コスタリカと対戦しますからね、イタリア、コスタリカとウルグアイに 2連勝しないと、まあ、イングランド、予選敗退も決定ということで、だけどですね光がある限りジャパンも同じです。皆さん心を一つにして信じるしかねねねねねねナイスワン Hello World さあ行きましょうか Hello World Today's opening number Katy Perry のヒットシングル Birthday with Cash Cash EDM Remix です It's Katy Perry Birthday with Cash Cash Remix on 81.3 J-Wave Hello World Here we go ありがとうございますあ、もう行った行った、はいうんルーニーカビラさんのルーニーもうちょっとね声がねもっと渋いんですルーニー決めるのかポストに嫌われたね、最近僕カビラさんマジで好きなんです、超好きなんです、カビラ J さんもそうですし、ジョンカビラさんも、ジョンカビラさんで今仕事させていただいてますし、はいはい、J-Wave 入る前から憧れの存在だったんですけども、ちょっと自分の中でカビラさんがもしネガティブになったらどういうパターンなのかって考えるんです。ネガティブになりえないじゃないですか、はい、ね。でもそういう時におそらく口調を変えないんですよ、うん、ジャパン決められないんですね。ジェラード素晴らしいバックパスとかね口調は変わらないとかね。ねみんなリアクション遅い違う違うすごいプロデューサーが冷たい目で冷たい目で見てますみなさんハローハロー元気でしょうかね。持ち込んでる場合ではダメなんですね。次へ次へ行くしかないと、うん。So let me get you in a birthday suit. ふわ。ねえ、行きますよ。今日結構パーソナルな話をねしていこうと思いますんで、ちょっとよろしくです。聞いてください。Cash baby, cash, cash baby, yeah, cash, cash baby, cash money, cash money. Tonight's opening number on Hello World. That's Katy Perry, Birthday, Cash, Cash remix.ハリーがナビゲートしています J-Wave Hello World。 さあ毎日日替わりでさまざまなテーマをお届けしていますが、今夜のテーマはこちら。
世界をもてなすホテルオークラ東京。さあ、東京虎ノ門にそびえる世界の VIP に愛される迎賓館ホテルオークラ東京。美しい日本の文化とデザインが息づくホテルとして50年以上愛され続けています。しかし来年8月、ホテルオークラ東京本館は建て替え工事に入って、やがて新たな最先端のホテルに生まれ変わります。そしてですね、実は僕ハリー杉山、子供の時から、ホテルオークラ東京とはですね、当時の実家が結構近くてですね、ご近所付き合いもあって、ものすごく、お世話になっています、ね。そこで、50年の歴史の重みを感じつつ、またホテルオークラ東京本館をですね、大人になった今、子供の時と比べつつ、昔を思い出しながら、レポートしてきました。今夜はですね、世界に通用する本物のホテル、ホテルオークラ東京を徹底解剖してきます。そしてリスナーの皆さんの情報もぜひとも聞かせてください、ね。もしホテルオークラ東京を利用した経験、もしくはあなたのホテルの思い出、もう何でもいいですよ。例えばですね、こういうホテルにが自分すごい好きで、こういうところこだわるんだよねとか、あと特定しても全然いいですし、あ、もうそろそろ夏だから、あそこね、毎年定番に行ってるんですよねとか、そういう話ぜひとも聞かせてください。ツイッターの共通ハッシュタグいつもと同じです、 HW813 です。そしてメッセージは番組ホームページ右上のメッセージ&プレゼントから、または直アド hw@j-wave.co.jp でお待ちしています。さあ、そして10時20分頃にお届けする夜のトレンド研究所サイバーラボのコーナーは、夏に間に合う肉体改造にフォーカスですよ。これ興味深いですね、締めていきましょう。そして10時50分頃からはおすすめのエンタメ情報をお伝えするエンターテインメントストリーム F。 はい、今夜はですね、たくまたかゆきさんがスタジオに登場です。さあ、今夜盛りだくさんの J-Wave Hello World。 この後はネットを流れるさまざまなトピックスをチェックチェックチェック。あ、本当ですか、マジですか、あら、寝てないとな、結構声出ちゃうんだよね、声に。みんな使ってますよね今。いやいや、もう寝てなくてぶっ通しで仕事してると、まあ言い訳になっちゃいますけどね。ほほほ、いろりれろろれ、いれろいれろ、はぁはぁはぁ、ルル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 ルWhat you doing? Come on, let me see it. J-Wave Hello World Friday. 僕ハリー杉山、東京六本木ですから生放送でお送りしています。さあ、ここからですね、毎日ネットに流れるさまざまなトピックスを取り上げていきましょう。今日はこんな話題が飛び込んできました。オーナーになります。イギリスの人気グループワンダイレクションのルイ・トムリンソンがサッカークラブドンカスターローバーズ FC のオーナーとなったことが分かりました。まあ、大人気の彼がオーナーになったことで、間違いないでしょうね。世界中のワンダイレクションのファンたちが、まあ、ドンカスターローバーズ FC を応援することになりそうです。9月発売。日本マイクロソフトは今日9月4日に国内で販売を始める最新家庭用ゲーム機 Xbox One の記者説明会を開催しました。
日本マイクロソフトによりますと、今日現在 Xbox One 用のアプリは合計18種類、カラオケダム、スカイプ、ニコニコ動画を楽しめるほか、 J リーグ動画アーカイブズでは、まあ、いつでも J リーグの懐かしのあの有名な試合をですね、見ることができるそうです。世界初です。最新作マレフィセントを引っ提げての、まあ、来日が予定されている女優アンジェリーヌ・ジョリーのですね、世界初の公認フィギュアが発売されることが分かりました。特殊なメイクや皮膚の質感を、まあ、再現するため、一つ一つがハンドペイントで、塗装されているほか、衣装や小物といったディテールも素材からこだわっています。来年2月発売予定ですね。税込み2万8000円です。殿堂入り。2015年にハリウッドウォークオブフェイムに星を飾り、殿堂入りを果たすスターたちのリストをハリウッド商工会議所が発表しました。映画部門からはピーター・ジャクソン監督、ダニエル・ラドクリフ、ジェニファー・ガーナー、クリストフ・ヴォルツなど、まあ、名だたる監督や俳優陣が選ばれました。またですね、漫画キャラクターのスヌーピーも殿堂入りするそうです。いたずらです。YouTube などに動画を投稿し、その再生回数が16億円以上を記録しているフランス人、レミ・ガイアールの、16億回以上を記録しているフランス人、レミ・ガイアールの初主演映画 WTF。こちらのですね、特報映像が公開され、そのいたずらの様子が明らかになりました。このですね、非常に興味深いんですけど、中でも秀逸なのは、日本でもおなじみのゲーム、マリオカート。このマリオカートをですね、現実世界で再現したスケッチ。カートで公道を走るだけでは飽き足らず、まあ、ゲームでやるように、まあ、他の車に向かってなんとですね、バナナの皮を投げる様、まさに、爆笑必須なんだそうです。さあということですね、この中で私が注目したいのはオーナーになります。はい、まあね、サッカー好きなミュージシャン、特に、まあ、イギリス多いですけどもね、例えば、オアシスのギャラガー兄弟とかはね、マンチェスターシティが好きで、ストーンローズの、皆さんですね、ユナイテッドが好きで、ブラーのデイモールバーンとかチェルシーとかね、クラプトンはウェストブロミッチアルビオンとかね、あるんですけどもね、まあ結構ね、やっぱそのね、イギリス人にとってサッカーって、これブラジル人と同じで、この間トゥーリオさんとかも言ってたんですけども、本当に生まれる前から自分が応援するチームはもはや決まっていると。うん、なんでその生まれた瞬間からもサッカーボールもね、いろいろなんか蹴ったりしたりとか、そこで応援するチームもお父さんがもう絶対徹底的にね、押し込んでくるんで、まあね、おそらくね、どうなんですかね、ルイのね、ご両親からの影響でドンカスタローバーズ決まってる。しかもこのドンカスタローバーズ全然メジャーなチームじゃないんですよ。うん、でコールドプレイのクリス・マーティンとかもみんな結構ね、地元を結構応援する、この姿勢ってとてもいいですよ ね。これもね、日本のミュージシャン、まあ、例えば例を言いますと、ミスチルの桜井さんとかね、ものすごくサッカーも好きですし、ナオト・インティライミさんもね、サッカー大好きですけども ね、これもね、もしかして、ね、日本もね、ちょっとスタンス変わればちょっとね、サッカーに対してのアプローチ変わるかもしれません。以上、今日のトピックスでした。やべえ、ニュースボロボロやったわ。結構皆さん大倉の思い出ありますね。ほう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 、結婚式したって方が多い。すごいな。うん、
let's get alone. Yesterday's gone, nothing is wrong. よく喉持ちますよね。これツイッター一つぶっ込みます、後に撮っときます、時間まあ後でも OK、うん、ここでも Yes! お届けしたのは来週25日にリリースされる The Bodies のニューシングルで Come On でした。ハリーがナビゲートしています J-Wave Hello World。 今夜は世界をもてなすホテルオークラ東京にフォーカス。ぜひともですね、あなたのホテルオークラ東京の思い出、ホテルに対する思い出を教えてください。ツイッターのハッシュタグは HW813、そしてメッセージは番組ホームページ右上のメッセージ&プレゼントから、または直アド hw@j-wave.co.jp でお待ちしています。ですね、もちろん今夜も YouTube ライブ、J-Wave Hello World チャンネルの方にて配信していますのでね、映像の方もご覧くださいませ。さあ、お知らせの後は夜のトレンド研究所サイバーラボのコーナーです。今週は夏に間に合う肉体改造にフォーカス、マッスル。雑でしたね。とんでもない。おー、ユザンさん、え、こんなにボディでしたっけ、逸材ボディ、okay、逸材棚橋ひろし、ひろしさん、さん、エゴラッピンかっこいいですよね、ええ、いいですよね、皆さんいかがですかね、今夜はね、え、もしかしてみんな寝てるかもしれないよね。ワールドカップのために充電して、今日ハローは厳しいな。そんなことはないって言ってください。ハリーがライブでお送りしています J-Wave ハローワールド、ここはですねサイバーラボです、今週のサイバーラボでは本格的な夏までに、まあね、似合いたいですよね、 T シャツの似合うボディを目指そうということで、この方にお話を伺っています。J-Wave ハローワールドをお聞きの皆さん、そしてハリー杉山さん、こんばんは。新日本プロレス100年に一人の逸材、棚橋宏です。
今週は本格的な夏が来るまでに T シャツが似合う逸材ボディをゲットしましょうということで、誰にでもできる簡単なエクササイズを紹介しています。最終日の今夜は腹筋のエクササイズを紹介します。その名もクランチです。クランチというのはですね、腹筋の種目なんですけども、皆さん腹筋運動を意識するときに、イメージするときに、膝立ちで寝っ転がって一番上までよっこいしょよっこいしょって起きるイメージがあると思うんですけども、そうするとね、腰を痛めたりしますので、ゴロンと寝ていただいて、膝を曲げて、その状態からおへそを見る、クックッと、すごく小さな動きなんですけども、頭を上げておへそを見るような、運動、これがクランチと言います。この動きだけでお腹の筋肉が十分収縮されますので、これをね30回から50回インターバルを空けて、そうだな、2セットから3セットできるようになればいいと思います。で、効いてるか効いてないかっていうチェックは、クランチしながらお腹をグッと押してみてください。おへそを見た時に硬くなったらちゃんと効いている証拠です。ぜひね、皆さんやってみてください。練習の後は必ずプロテインを取ってくださいということで、今週は逸材的腹筋のエクササイズを紹介しました。そして最後に告知です。新日本プロレスは G1 クライマックスが7月21日から開幕します。なんと今年の G1 クライマックス決勝は8月10日日曜日、あの西武ドームで行います。皆さんお時間ある方、ぜひね西武ドームに来ていただいて一緒に盛り上がりましょう。今週1週間、棚橋博士のエクササイズにお付き合いいただきありがとうございました。では最後にハローワールドをお聞きの皆さん、愛してまーす。受け取りました。いやー、豪快ですね。本当に棚橋選手ありがとうございました。今夜はですね、バッキバキな腹筋をゲットするためにどうすればいいのか、クランチのエクササイズを教えていただきました。いや、憧れますよ。でね、僕ぶっちゃけ人生で一回もちゃんとしたいわゆる美しい6と8パックをゲットしたことないんで、今徹底的に実は食事とかやってるんですけども、ちょっと睡眠があまり取れてないものがありましてですね、結構ね、3、4キロ痩せちゃってる状態なんですよね。ワールドカップダイエットなんですかね、これはね。でも、夏はすぐそこまで来ているということで、まあ棚橋選手みたいにこんなね美しい三頭筋、胸筋、T シャツ似合いますからね、夏はすぐそこまで来ています。少しでも早くエクササイズを始めて、棚橋選手のような逸材ボディ皆さん目指しましょう。さあ、今週のサイバーラボでは新日本プロレス100年に一人の逸材、棚橋博士選手に、T シャツが似合う逸材ボディになるためのエクササイズを教えていただきました。最後にはですね、今夜も嬉しいですね、棚橋選手から素敵なプレゼントがあります。棚橋博士のハイエナジーエクササイズ、ハイエナジーエクササイズ for men、 手に入れろ見せボディ、1日10分7日間肉体改造計画。さらに、棚橋博士のハイエナジーエクササイズ、ハイエナジーエクササイズ for women、 目指せ美ボディ、誰でも簡単速攻ダイエット、1日10分7日間プログラムということですね。こちらの DVD を男女1名様ずつにプレゼントさせていただきます。住所、お名前、電話番号を、書いていただいた上、逸材 DVD 希望と書いてメールにてご応募ください。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。サイバーラボ、来週もどうぞお楽しみに。50年前、昭和30年代に遡ります。64年の東京オリンピックと来たるべき国際社会に対応すべく、世界に通用する本物のホテルで、しかも欧米の模倣ではなく日本の特色を出したホテルを目指し、1960年昭和37年として起こしました。初めて天皇皇后両陛下を迎えし、その世界各国の皇族王族をはじめ政財界、政財界の要人で、政財界の要人
要人でで政財界の要人著名人など国内外の VIP が次々と来館。開業2年後の1964年には国際会議 IMF 総会の方 IMF 総会の会場として選ばれ成功させたことで世界に通用するとしてイメージが確立。以後その後国際会議式典各国の主導の記者会見などの会場として定着しました。ゲストさんの、はいはい、皆さんこんばんは、こんばんは。いやー、やっぱどうしても生で見たくなっちゃうんですよ、うん、ふー、皆さんいかがですか金曜の夜ね。いやバッチもその全部サッカーのあれだ。そうなんですよ、日本代表ワールドカップ、これはやってる番組のバッジで、あと英国大使館とスリーライオンズ、全部今日微妙な結果でした。しゃあないっすよ、しゃあないっす。次やりますか。これあのイヴァンでしたっけ、アイヴァン、イヴァンリンズ、リンス、リンス、イヴァンリンズ、このままいくと日本ちょっと微妙ですからね。まあ、でもね、奇跡が起きると信じましょう、うん、コロンビアめちゃめちゃ強いですけど、そうですね、穴はありますから、うん、向こうが猛烈に速い、日本が最近経験したことないようなカウンターをした時をやられたらやり返すカウンター返しだ。なるほどね。もうなんかね、こんなガチにあの倍返しやった人もう久しぶりなんじゃないですか、この時期。そう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 、1年遅れ、カウンターにカウンターで返すとね。ラテンのナンバーです。お送りしたのはブラジルが生んだポップマエストロ、イヴァン・リンスが1977年リリースした今宵楽しくでした。 J-WAVE Hello World、 ハリー杉山は東京六本木ヒルズから生放送でお送りしています。今夜は世界をもてなすホテルオークラ東京にフォーカスしていきましょう。まずはですね、ホテルオークラ東京の歴史を振り返ってみましょう。時はおよそ50年前、昭和30年代に遡ります。1964年の東京オリンピックと来たるべき国際社会に対応すべく、世界に通用する本物のホテルで、しかも欧米の模倣ではなく日本の特色を出したホテルを目指し、1962年、昭和37年ホテルオークラとしてオープンしました。やがてオープン5ヶ月にして民間ホテルとして初めて天皇皇后両陛下をお迎えし、その後世界各国の皇族王族をはじめ政財界の要人著名人など国内外の VIP が次々と来館。開業2年後の1964年には国際会議 IMF 総会の会場として選ばれ、運営を成功させたことで世界に通用するホテルとしてのイメージが確立。以後国際会議式典各国の首脳の記者会見などの会場として定着しました。そして、まあ、先日来日したオバマ大統領が宿泊したこと、ね、皆さんの記憶に新しいのではないでしょうか。さあ、そしてですね、そのホテルオークラ東京の本館、まあ、実は来年8月伝統を受け継ぐ最先端のホテルに生まれ変わるべく建て替え工事に入ります。
そしてですね、僕ハリー杉山ホテルオークラ東京の本館にはですね、非常に深い思い入れがありまして、どんくらいから記憶があるのかな、父親がそもそもジャーナリストなんですけどもね、世界各国から日本に来る、その政治家であろうと、もともとの友達であろうと、ホテルオークラでよく打ち合わせをしたりとか、そこにちょっとお前もちょっと来てみなよとかいろいろ言われて行ってみたりして、で本当に今当時いたスタッフさんも、何人かもいらっしゃるんですけども、本当に自分の家があって、そしてホテルオークラがあるっていう、もう結構僕の第二の家って言ってもおかしくないぐらい、身近な存在で、で今夜はですね、やっぱりそのね、来年8月生まれ変わるということで、ちょっと僕にとっても本当に何ですかね、ちょっとタイムスリップっていうわけじゃないですけど、自分のことも改めて、ちょっと知るべき、企画にさせていただいています。曲を挟んでですね、ちょっとタイムスリップしましょうかね。ホテルオークラ東京本館を訪れたレポートをお届けします。入りだったんで、ちょっと後で時間持っていこうかなと思って、34までって言ったじゃないですか。もうちょっと後で時間いろいろ使おうかなと思って。はい、トヨタカップの話って使ってます？はですね、トヨタカップは、使っていないと思います。あ、省いてる。オッケーオッケー。それどっかで入れたいな。今のところ入れればよかったな。オンエア上に載せた方がいいですね、トヨタカップの話って。そうですね、今サッカーもね、そうシーズン、そう、オークラとホテルオークラ東京の外観は和を意識した独特のデザインだよね。私も行ったことないんですが、加古さん50年間愛された歴史を知っておきたいです。ケチヘンリー・スコット・ストーク、そうなんですよ、うちの親ですね。かなさん、なんでスーツなんですか。もう先ほどまで怒涛の生中継をやってたからです。Keep on shining。 お届けしたのはダフトパンクやベック・ハンセン、マリリン・マンスなどもフィーチャーされたサンローランミュージックプロジェクトの2014年の顔に大抜擢されたデトロイト出身のシンガーソングライターカーティス・ハーディングのデビューアルバム Soul Power から Keep on Shining でした。ハリーが六本木ヒルズからお送りしています、 J-Wave Hello World。 今夜は世界をもてなすホテルオークラ東京にフォーカスしています。さあ、ここからですね、僕ハリー杉山ホテルオークラ東京レポートしてきた様子お届けします。まずはですね、ここでしょう、ホテルの顔とも言うべき本館5階のロビーです。早速レポートをお聞きください。
さあということで、私ハリー杉山、今日はですね、ホテルオークラ東京本館に来ております。で、まあ一人でって言っても、スペシャリストではないので、素敵な、ビューティフルな案内役の方が今日いらっしゃっております。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ホテルオークラ東京の広報課の新井と申します。本日はよろしくお願いいたします。新井さん、よろしくお願いいたします。まずこのロビーなんですけれども、ここはまあ入ると、まあ、一発でホテルオークラと分かるインテリアもありながら、日本の文化を感じる、空気感、そして雰囲気を持っていますけど、詳しく、ロビーに関して教えてください。はい、本館メインロビーに代表されるオークラの建築は和を理念としており、優れた日本の伝統美を集めております。その理念は館内のデザイン、造形、素材などの細部に宿り、開業当時より1万8000坪の芸術と表現されてまいりました。例えばオークラランタンと呼ばれるロビーの吊るし照明は、古墳時代に首飾りとして使用された切り子玉をモチーフにしており、その柔らかな光はオークラを象徴するものです。また四辺下の壁面は色絵磁器の人間国宝富本健吉のデザインを京都西陣で絹のつづれ錦に織り上げたものです。また6階からロビーを見下ろしていただくと、漆で仕上げた朱色と黒色の円卓を花の芯に見立て、その周りに等間隔で顧客の椅子を配置した梅小鉢の衣装をご覧いただけます。創業者の大倉喜七郎と開業当時の社長野田岩次郎の和風でありながらすっきりと落ち着いたものという構想から、藤原時代の洗練された優雅さを基調とする衣装が施されております。いや、今おっしゃっていたこの大倉ランタン、目の前にあるんですけれども、本当に大倉イコール大倉ランタンと言ってもおかしくないぐらい、ロビーに入ったら、目に入ってきます。実は僕横の大倉ランタンからぶら下がりたいなというふうに、このと子供の時思っていて、アートの作品というふうに今初めて聞いて、若干自分が嫌いになりました。はい。おい杉山、何言ってんですかね。え、本当にアートの作品ですか、ぶら下がるとかね、え、本当にダメですよ、そんなことやっちゃ。いや、でもホテルオークラ東京、なんといってもそのロビーといえば、あ、入った瞬間に本当にウェルカムっていう感じがありますし、で、まあ、いろんなヒストリー、まあ、歴史実はこのロビーであって、そもそも僕、まあ、今ワールドカップですし、まあ、サッカーの話をしますと、子供の時ね、今はもう亡くなりましたが、トヨタカップっていうのがあって、ヨーロッパ最強のチームと南米最強のチームが戦う。で、そのチームがですね、結構ホテルオークラに泊まることがあったんですよね。で、僕実は、まあ、いわゆる出待ちですよ、来日していた、あの時はですね、 AC ミランの選手を、まあ、4、5歳の僕、ちょっと親父にいろいろ頼んで、ちょっとなんかサインゲットしたいなって言って、でそしたらホテルオークラの本館にいました。マルディーニとかね、清水エスパルスにいたもの、マッサーロとか、そこで会って、ね、すごい分かった分かったって言うね、うん、チャオぐらいしか言えなかったけど、それだけでもちょっとマルディーニの右手をね、シェイクできたこともすごい嬉しかったですね、うん。まあ、それ以外にも本当にあれ、あ、みたいな、そんな方々が、まあ、ホテルオークラに普通にいらっしゃってね、もう実に結構ね、なかなか、まあ、びっくりする方々たくさんいらっしゃるんですけども ね、その他にもですね、ロビーちょうど横にニューススタンドっていうものがあるんですけれども、まあ、そこがいわゆるですね、簡単に言わせていただきますと、ちょうど YouTube ライブで見れますが、まあ、今流行りの雑誌、あと例えばファナンシャルタイムズとか、まあ、経済誌、タイムマガジンとか、まあ、世界のいろんなメディアが置かれてるんですけども、ここに実はまあ父親が書いた本が一時期取り扱われていて、そこにオークラのスタンドにいる、昔からもういらっしゃらないんですけど、女性の方が毎度それが売れたたびに、ちょっと自宅の方になんかお電話してくださって、あ、今日売れましたよって、ちょっとなんか素敵なニュースをくださって、で、そしてそのニューススタンドを
ちょうど実家に行く途中にいつも大蔵を取ったんですけども、いつもおばちゃんが今日売れたよとか言ってくれて、ああありがとうございます、ありがとうございますって、もう本当に子供の時からあそこニューススタンドからおばちゃんのえハリー君売れたよって言われたのが僕の中でもなんか一日のちょっとしたハイライトだったんだよね。まあこの間久しぶりニューススタンド行ってみて、すごいちょっと若干風景変わったじゃないですか。子供の時ね1メートルぐらいしかなかったのに今僕も184センチになってるんでね、あこんな感じなんだなと思って、いやすごいノスタルジックな経験がね次から次へと来てる、まあ、ホテルオークラですが、今日まだまだ続きます。今日のトピックはホテルオークラ東京です。続いてどうしましょう。ちょこっちにお気に入りには入れてるんですけど、ああ一応入れてきます、入れてきます。亀田さんとか言っちゃいます。そうね、一番下にスクロールしていけば集まって、あごめんなさい、ね、集まって、うん、上に行けばいろいろ、はい、これ上でと、ね、オクラじゃないホテルのことも書いてらっしゃる方もいらっしゃって、はい、ツイート2、3ぐらいいっちゃっていいですか。 1?2、3 ぐらいいっちゃっていいですね。あ、そっか、あー OK、 そうしましょう。じゃあここアウトロで、ヘッドラインの振りやっちゃいます、うん、はい、アウトロ結構あるってことですよね。マルディーニがねもう鬼イケメンで、うん、いやこんな人になってみたいなと思ってついつい思っちゃいますよね。外で出待ちしてたんですけど、中のロビーの中で出待ち、中のロビーですね、思いっきし他にも何人かいらっしゃっていなかった。ハリ君だけなの。ですね、そんなことでホテルオークラでやっちゃいけないんですよ絶対、うん、絶対そう思いますよ、うん、いい思い出ですよね。そう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 、ね、だからスタッフさんにもバレないように、あほらみんな僕のこと知ってるから、うんうんうん、別にマルディーノ出待ちしてるんじゃないよ、うん、みたいな。ラグジュアリーのリミックスバージョンでお送りしています。Port of Notes で You Gave Me a Love DJ Kawasaki Remix でした。さあ、ハリーをお送りします。J-Wave Hello World。今夜は皆さんからホテルオークラ東京の思い出などたくさんお待ちしています。Twitter のハッシュタグ、いつも通り HW813 です。番組ホームページ右上のメッセージ&プレゼントから、または直アド hw@j-wave.co.jp でお待ちしています。J-Wave Hello World。
ここでニュースルームの鹿内さんにニュースとお天気を伝えてもらいます。鹿内さん、ありがとうございました。さあ、この後はおすすめのエンタメ情報をお伝えするエンターテインメントストリーム F。 今夜は拓磨拓之さんがスタジオに登場。お願いします。すっかりご無沙汰ではないですもんね。そうだね。あの宮根さんの誕生会の時にお会いするはずが結局僕行けなくなっちゃって。そ う,、ね、そうなんですよ。あ、すみません。勝野でこれ、あ、勝野ハリでこれだったね。いや、まさに仕事だったんだよね、あれね。そうなんですよ。急な別件が絶賛稽古真っ最中ですよね。そうですよね。いつも勝野のスケジュールを見て、あ、始まったと思って。勝野の僕大変なのに今日今日、あ、まさに終わってきたばっかですか。そう、終わってきたばっかですか。去年の5月になるんですね。口づけの時だったのかな。口づけ、あ、そっか、その状ですよね、うん。さあ、ここからは番組おすすめのエンタメ情報をお伝えする J-WAVE Entertainment Stream F のコーナーです。さあ、今夜はですね、ハローワールドおなじみです、素敵なゲストをお迎えしました。俳優そして脚本家の拓磨孝之さんです。
どうもこんばんは。こんばんは。もう久しぶりですね、ハローワールドに関しては。そうですよね、昨年5月ですか。はい、はい、前2度目のまあご出演ということなんですけども、はい、去年5月にはたくまさんの頭の中も徹底的にまあ分析させていただいてまあたくまさんの音楽に対してのパッション、そして以前したあのちょっとあの出されたもう CD とかもね、あの分析させていただきましたね。そうだったね。はい、そうだった、そうだった。すごい楽しかったですよ。はい、ありがとうございます。あれってどうでしたか、はい、周りのちょっと評判じゃないですけど。やっぱ聞いてる人多いのね、はい、J-WAVE は。はい、どうでした。本当にいや結構いろいろ言われました。 、はい、あれもう恥ずかしくて、あれが、いやいや自分でやったもんなんですけど。はい、はい、ね、高橋さんの CD がね、はい、まあ、あれからですね、もう気がついたらもう1年経ちましたね。早いですね、はい。でその間も僕もあの晩餐というとても素敵な作品を見させていただきましたね、はい、ありがとうございます、ということで、まあ、今回は、まあ、さらなる素敵な、舞台を演出されます、はい、タクフェス第2弾公演 You ということなんですけども、はい、これも7月3日からもうスタートするということで。そうですね、はい、7月3日からまず東京、サンシャイン劇場、うん、で、3週間ですか、21日まで、はい、びっちりやってますんで。びっちりやって、はい、でそこからまた全国にいろいろ出回ったりして。そうですね、いきます。うん、はい、まあ、でもいかがですか、もう間もないですよね、今日20日なんで。稽古期間が今日あと残り10日かな、はい、で劇場に入ってで、はい、立て込んで、ゲネプロバーあたりだなんていろいろやって、うん、3日スタートですね。いや、あと10日間っていうと、うん、もう結構締めに入ってる感じなんですか、それは。そうなんですけど、うん、まあ今また一から丁寧にこう何ですか、頭から作り直してるというかチェックし直してるような段階で、うん、ちょっと焦ってるところですね、うんうんうん、本当にこのまま大丈夫かと思いながら、うん、まあみんながここからガガガガッとモチベーション上げて、今までモチベーション高いんですけど、うん、やってくれると思うんで。ただまあ時間はね、稽古してるとね、うん、いくらあってもいいというか、いくらあっても足りないというか、そんなもんですからね。以前、はい、まあ、稽古に関しては1日のスタートでみんな集合して、はい、まあ、部活じゃないですけど、はい、みんなでトレーニングしたりとか、はい、そういう、そういう風景がちょっと思い浮かんでくるんですけども、はいはい、そんな感じなんですか。今年もね、はい、やってますよ、はい、やってますか、はい、集まって、まあ、全員ってわけじゃないですけど、そう、結構今回でもメンバーが、はい、30代とかを中心な感じなんで、うん、割とこう若い感じというか、ね、そうそうたるメンツなんですよね、今回。そうですね、もうこの You っていう作品が、はい、僕のこのやっていたタクフェスの前身の東京セレソンデラックスという劇団での割と代表作というか、すごくこう人気のあった作品で、うん、まあ、この You という作品をやることで劇団が大きくなっていったみたいなところがありまして、はい、そういう意味では、今回4度目の再演というか再演というかなりまして、こすりまくってるんですけども人気あるやつはこすりまくるみたいな感じで4回目、はい、でも過去のその、まあ、演者さんと比べるとかなりの違うラインナップになってますよね、はい、もうだって一番最初11年前なんですけど、はい、その頃は本当にちっちゃい中野のザ・ポケットっていう200ぐらいのキャパで1週間やったっていう、そこが始まりで、それからだんだん小屋も大きくなって、うん、まあ当時本当に劇団というよりかは、まあまあ僕らずっとプロデュース集団みたいな形でやってるんですけど、飯食えないようなみんなで集まってやったのが、今はねもうこうそうそうたるメンバーに本当に、ご出演いただけるような状況なんで、一番最初200人のキャパからもう今はもう何千というキャパになっているわけですし、はい、このメンツ見ても上原貴子さんとか、はい、もうすごいですよね、まあ、今回内山里奈ちゃんを、はい、まあ、主演に迎えですね、うん、まあ、上原貴子もそうですし、南海キャンディーズのしずちゃんとかですねこれ本当楽しみですね。この3人は一応セーラー服になりますんでそれまた素敵な見どころじゃないですか。素敵ですよ、ね、本当に、はい、僕もたくまさんの作品、もちろん口づけ映画もそうでしたけど、はい、この間、去年やった晩餐を見させていただいたんですけれども、はい、まあ、本当に喜怒哀楽のロックンロールコースターって僕勝手にすみません申し訳ないですけど付けさせていただいて、もうすごい、楽しいし、もう気持ちいいんですよね、はい、なんかその泣くのが恥ずかしいとかそういうことも全部忘れて、はい、自分がそのストーリーにも一気にもう入り込んで、しかも結構体感できるというのが、はい、非常にイメージが強いんですけど、今回もそのような感じですかね。もう作品に関しては鉄板ですからこれ、はい、うん、
まあもう本当に代表作みたいな。うちね、このゆうやって割とあのたくまのところのはすごく泣けるとか、はい、グッとくるとか切ないみたいなことを言われた一番最初の作品かもしれないです。うん、はい、あのよくあの僕の友達の役者さんとか女優さんの中で、はい、もうタクフェスもそうなんですけどセレソンに関してはもう一番泣けるっていうイメージがものすごくあの僕前がタクマさんを知ってあのとお会いする前からそういうふうに言われていて、はいはい、あのぜひと皆さんにも実感していただきたいんですけども、はい、まあ、今回そのタクフェスについては、はい、じっくり一曲聴いた後お話を伺いたいと思います。はい、今回もこの曲からあのインスパイアされてっていう感じ。全然違うんですか。これ、はい、これで朝あこれで朝縄跳びやってる人ちょっと番組の写真撮っていただいて。はい、失礼します。あ、僕は、はい、はい、ちょっと、はい、ぜひ。あ、すみません、ありがとうございます。まずこちらから、はい、行きます。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。あ、すいません、こっちもお願いします。行きます。はい、チーズ。もう一枚取ります。あれ、無言？無言なんです。はい、チーズ。はい、ありがとうございました。危ない、危ない。犯罪に使われるじゃないか。はい。シネマイタリアの。ケイト・ハドソン、女優です、ね。そうそう、あのナインのサントラだからこれ。ああ、なるほどなるほど。なんかもうハリウッドの女優って歌うまいじゃないですか。もうね、だからねナインとか見るとね、はい、こう女優とか俳優とかね、ええ、まあまあ女優さんだけどナインは、はい、のあり方。はいはい。もうムーラン・ルージュでさ、うん、ユアン・マクレーガーがさ熱唱してるの見てさ、ね、トレインスポッティングで役中だったら兄ちゃんじゃねえのか俺みたいななんかもうもうあれが違う、ベースが違う。違いますよね、レミズのラッセル・クローとかもね。そうそうそう、はい、あ、もう一回教えてください。はい、この選曲理由を聞いて。はい、わかりました。Yes、 皆さんに聞いていただいているのはケイト・ハドソン、タクマさん、シネマイタリアノですね。これね、あの映画の、はい、9っていう映画の中での入ってる曲で、あの、まあ、実際その出演してたケイト・ハドソンが歌ってる、うんうん、踊ってみたいなシーンなんですけど、はいはい、もうね僕9大好きなんです、この映画が、もう本当にすごい。ミュージカルは見ないんですけどミュージカル映画がすごく大好きで、はいはいはい、ほんで、まあ、この曲がねもうすごい上がる曲なんですけど、うん、唯一オリジナルのミュージカルでは入ってない曲で映画オリジナルなんです。あ、そうなんですね。そうなので、このノリがね最高だなと思って、うん、一番最初映画見た時からぶち抜かれたんだけど、はい、あの今はこれでこれ聞くと上がるから、はい、稽古前にこの曲流しながら縄跳び飛んでる、それみんなでですか。うんとね、この曲の時は俺一人で飛んでるそうかそうか、はい、いや、あのいつもあの、たくまさんは、とある曲があってそこがもしかしてスターティングポイントとして作品を作られると思ったので、はいはいはい、これを聞いて、あ、ケイトさんシネマ行ったのか、そうなのかとちょっと違うんですね朝縄跳びをされてるんですね。ユーはもう11年前に作った曲なんで、ユー、はい、はね実はね、小田和正さんの言葉にできないにインスパイアされて作ってる作品で、当時からずっとそのテーマ曲にしたんですけど、うん、今回はちょっとそのテーマ曲もあまりにもあのそれ以降ねその曲がすごく有名というか、まあ、馴染みになっちゃって、そうなんです、でなんで一番最初の時ってそんなでもなかったんですけど、うん、もう再三演ぐらいやった3年前6年前かとかだと、もう、もうベタすぎないみたいになっちゃって、はいはいはい、だ今回はちょっとあえて外して、うん、ちょっとその違い今曲を一生懸命作ってるんですけどね。はい、なるほど、まあ、4回目で、まあ、ちょっとまあ路線をちょっと変えたということなんですね、はい、あの曲に関しては。そうです、はい。さあ今夜はですねゲストに俳優脚本家の高幸さんをお迎えしています。まあ、引き続きですね7月からの高幸さんが演出されている出演舞台 You、はい、タクフェスとしての公演となっています。まあ、タクフェスはですね、はい、まあ、お客さんとこの参加型舞台
というふうにあるというふうにあの聞かせていただきまして、ちょっとどのようなエンターテインメントなのか少しあのちょっとだけ教えていただけますか。これね、いわゆる演劇ってこうなんていうんですかね、割と劇場入ったら、食うな飲むな喋るな、ありますね、立つな、もう取り行くな、黙って俺の作ったもん見とけみたいな、いうなんかお堅いものよりかは、はい、もうちょっと芝居ってそもそも掛け声かけたりね、あの歌舞伎じゃないですけど、はい、とかそのなんとこれなんとかやじゃないですけど、ご飯食べたりとか、なんとかね、はい、そういうのがあった時になんかこう芝居見物でもっと楽しむんじゃないかと、いうことで、うちは基本飲食 OK にしております。あ、そうなんですね、はい、そしてですね、はい、始まる前30分前に開場しますけど、会場から開演までの時間、日替わりで役者がわらわら出てきて、サイン会やったりとかですね、はい、あのグッズ買ってくれたらサインするよなんて、ね、友達じゃないですか、ね、いや AKB 商法なんです出た、でなんかあの割とこうみんなでじゃんけん、いやじゃんけんで勝った人にはみんなにサイン入りのパンフあげるよじゃないけど、なんか割とそういうちょっと企画だったりとかですね、最後終わってから一番最後に毎回テーマ曲作ってるんですけど、そのテーマ曲でライブタイムみたいな感じでみんなで盛り上がろうぜみたいな。いやね、これがね、これそれこそね、去年晩餐で経験させていただいて、はい、終わりました、あ気持ちいいなと思ったら、ここから何が続くのと思ったら、もうこれまた気持ちいいんですよねその晩餐に関してはまるでシェアハウスの中に入ったかのようなこの気持ち、はいはい、いやそれがまた今回も優でも味わえるということですか、ね、これやりますよ、踊ったり笑ったり、はい、ただねやっぱ踊りたくないってお客さんもいるんで、一応カーテンコールやって、はい、ここからね3分5分後に僕らもう一回出てくるから遊びたい人だけ残ってっていう形にして、はい、今回ねちょっと 2,3 日前にレコーディングしたんですけど、今回はちょっとロックな感じで、あらロックなライブな、ちょっと A ちゃんを意識した感じで、はいはいはい、ちょっと歌っちゃってる感じで、はい、面白いイベントをね、楽しみですね、はい、そんなこんなのひっくるめて、フェスになったらいいななんていう感じで、そこでまあ、セルソンからタクフェスに変わったという流れがあったんですね、はい、単なる劇団っていうよりかは、もうちょっとやっぱ演劇っていうとアレルギーがね、ある人結構いると思うんですけど、そんなことないよって、ライブってこんなに楽しいぜみたいな、やっぱり結構演劇なんて高いですから、はい、7800円使って、僕ら7800円なんですけど、まあパンフ買ったらなんだって言ったら1万円のイベントですよ、これなんかそれなりのやっぱりこうホスピタリティというか、まあ、今流行りのこれがやっぱりお客さんにこうやっぱ味わっていかないと味わってもらわないと、僕らそれでやっぱりご飯食べてる人間なんで、最高だった、また来たいっていう、こんな楽しいものあるんだって思ってもらいたいなと思って、いやでも本当に劇場を出る瞬間にまた後悔のない爽快感というものを味わっていただきたいという気持ちを感じてるんですけど、はい、今回の舞台、はい、実はですね、たくまさん43歳で高校生なんか演じてらっしゃって、まあ、皆さんもセーラー服っていう話ありました。そうそうそう、内山里奈ちゃんとか、はい、上原貴ちゃんとかしずちゃんも3人組なんですけど、まあ、要はその同級生で僕とかね、たくまとかですね、阿部、剛とかですね、はい、高橋光臣とか、そこら辺のイケメン軍団も、学ラン来まして、でこの学ラン来てる人たちが15年経って、その15年っていうんですかね、はい、30ちょいぐらいまでの15年間を描くみたいな感じで、まあみんな男連中もおっさんですけど、はい、一応これみんなヤンキーなんですよ設定として、はい、ヤンキー高校生なんで、しかも80年代のヤンキー高校生みたいな感じが舞台になってるんで、髪型が楽しみですね。そうですね、だからまあどっちかというともコントです、はい、まるっきりコントですいや楽しみです、ぜひと皆さんご覧になってみていかがでしょうか、はい、タクフェス第2弾公演 You 7月3日木曜日から21日月曜日まで池袋サンシャイン劇場にて、開かれます、まあ、詳しくはですねタクフェス第2弾公演 You のオフィシャルサイトをチェックしてください、もちろん私も見させていただきますので、ありがとうございます、初めの方とあとですね千秋楽近くに2回ねちゃんと見て、ありがとうございます、最高のお客様でございます、ありがとうございます、はい、J-Wave Entertainment Stream F、 今夜はたくま貴之さんをお迎えしました、ありがとうございました、ありがとうございました。大丈夫ですか、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあ、はい、最初の方に行くぞ、 J-Wave を聞く、ありがとうございます、いや、まあ、2回ちゃんと、はい、すいません、ありがとうございます、こ、前ちょっとリラックス、終わったらですね、ありがとうございました。
たくまさん結構やっぱ仕事モードになってましたね、はい、うん、かなり、こんなアルペジオ入ってたんですね。僕あのイギリスのラジオでこの曲ずっと聴いてて、このねね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 っていうアルペジオ全然知らなかったっす。あのじゃあこの曲の今イントロからねね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 ってあるじゃないですか、後ろちょっとギターチックな、昔のイギリスラジオでこの部分は聞こえてなかったんですよ。いや要するに久しぶりにこの曲聴いて、あこんなセクションあんだなと思って、音がなんか昔のラジオと、まあ、こうやってあのヘッドホンで聴いてるのずいぶん違うなと思って、It's all in my mind dearOut of me, take me to the beach. あー旅行行きてー。この曲聴くとね、ザ・ビーチ見たことあります？アンディ・カプリオの、うん、最高の映画だよな。まあ、20秒ぐらいですかね、本当に、うん、あ、まあ、15秒あーこの曲を聴くとなんかそうですね、夏休みとか遠い島に行きたくなっちゃいますね、うん、夏は謳歌していきましょうか、そうです、謳歌したのは映画 The Beach の中でも、サントリーに入ってますね、 All Saints ね、 Pure Shores でした。ハリーが六本木ヒルズからお送りしています J-Wave Hello World、 今夜は世界をもてなすホテルオークラ東京にフォーカスしています。引き続き私ハリー杉山ホテルオークラ東京をレポートしてきた様子をお届けします。あね、まあ、先ほどはロビーのお話をちょっとしたんですけども、続いては本館5階の大人の空間オーキッドバーです。早速レポートをお聞きください。いやーなんか落ち着きますね、今僕が来たのはホテルオークラ本館のオーキッドバーです。いやーいろんなこと思い出しますね本当に。なんかちょっと程よくあの葉巻の香りもしつつで、バックグラウンドにはまあいろんな言語が聞こえるんですよ。もちろんイギリス英語もあればアメリカ英語もあって、スパニッシュもあれば、そしてあの品がいい日本語をあの聞くっていうのがあのなんか懐かしいところですが、ちょっと改めてこのオーキッドバーに関して教えていただけますか。はい、
オーキッドバは大倉のメインバーとして世界の名酒をお楽しみいただくくつろぎの空間です。30年以上も前から販売しているドンペリニオンのグラスサービスや、昼食時には平日限定でカジュアルなランチセットもご用意しております。11時30分からのオープンになりますので、その時間からカウンターでお酒をお召し上がりになる方や、ランチをしながらソファーにかけてゆっくりお話をされる方、あとはビジネスでお使いになる方など、皆様思い思いの時間をお過ごしいただいております。そして名前の通りですね、蘭の花をモチーフにした赤い練りガラスの照明がとても特徴的で、とてもあの中のインテリアも見どころがたくさんなバーになっております。あとは今ハリーさん の後ろにありますのが、ロンドンが大火前の壁画をこちらにあしらっています。なぜ落ち着くかなと思ったらロンドンだったんだ。いや、あともう一つ、なんといっても椅子ですね。このチェアがすごい黒いレザーを使いつつ、なんかここに今まで座ってきた人のことを思うと、もうトラディションなんですよ。伝統と夢を持ちながら歴史を感じる、まあ、そういうあの、まあ、椅子に僕は今座ってるんですけど、禁煙スペースです今僕いるのは。だけど父親がよくいたのは実はカウンターだったんですよね。で父親 とお友達、もしくはそういうグループがいて、もう子供なんで言ってることほぼ理解できてないんですけども、時には僕もその会話の一部になって、よく言いじられてたのが、前もいつかなんか我々みたいにモルトスコッチとかカルバドスを一緒に飲める日が来るといいなっていう風に言われたんですけど、そこからもう22年経って未だにまだオーキッドバーでお酒は飲んでないんですよね。だってもう29になりましたからね。僕も 3,4 歳でここに遊びに来てた人が、まあ、当時はトマトジュースしか飲んでなかったんでね。そう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 。で僕トマトジュース欲しいんですけどって言ったら、周りの人たちがみんなブラディメリーだろ、ブラディメリーだろって、飲めない飲めないって。いやー、素敵な場所ですね。6、7歳の子供がブラッディ・メイリー飲んでたら大変なことになっちゃいますからね。いやー、もういろんな思い出がある場所がこのオーキッドバーなんですよ。もう僕にとって、お子供からそのバーといえばもうオーキッドバー以外考えられないぐらいで、まあ、学校が終わって、まあ、父親が、まあ、何人かの友達と一緒によくあのオーキッドバーで、まあ、飲みつつ、よくあの政治とか、まあ、あのですかね、その外国人記者同士が話すトピックスに関しても熱く討論したりしてね、時々はまあ結構熱くなってしまうんですけど、まあ、そういう場に僕はよく呼ばれて、呼ばれてっていうのも、父親があのそのニューヨークタイムズの、まあ、アジア局長時代に、当時はパソコンとかね、携帯とかもちろんなかったんで、どういうふうにみんな情報をゲットするといえば、まあ新聞だと、もしくはファックス で自宅によくあのタイムズファックスといって、ニューヨークタイムズが出したそのファックスの通信みたいなのがあるんですが、それがバーって2,30枚送られて、ちょっと持ってきてくれよって電話が来ても、はーいって言って、で親父に渡すんですけども、ふむふむなんてね、ゴルバチョフがあだこうだとかさ、ゴルバチョフって誰なのかな、あの頭にあざがる人だよなぐらいしかも分かんないぐらいような感覚だったね、その 6,7 歳の僕にとっては。でもそういうところをね、まあ、日々行って、あの学校後のオーキッドバーがもうなんかちょっとなんか若干定番になりつつあり、なのに若い、ね、杉山君にとってこんなに重要な存在でありながら一回も飲みに行ったことがないんですよね。いやだってね、あの子供の時はあんまりそのプレッシャーとして感じなかったかもしれないですけど、ほら、ね、世界のホテルオークラのもうバーですし、結構中がもうあのクロートじゃないと入れないような空気感と、まあ、色もちょっとなんかそのブラウンも本当にそのわあすごいな、自分って相当すごい人じゃないとここで飲めないなと思ってしまうところなんですけど、ちょっと行きたいですね、これはぜひともね。カルバドスとか、ね、モルトスコッチとかブラディメイリじゃないですけど、まあでもね、まだ大人の階段登ってる途中ですからね、行けるかな。なんかちょっとかっこいいですよね、一人でちょっと今オーキッドバーいるんだよねって。まあいつか行ってみたいところです。さあ曲を挟んでホテルオークラ東京の続いてはですね、あの有名レストランへご案内します。
そうなんだよな、結構夢なんですよね親父と一緒に。そもそも親父と飲むのがあんまりないし、今の体調のこともあるんであんまお酒飲ませたくないんですよ。足元がやっぱね、もともと結構ふらついてる分お酒飲んだらなおさらもう、でしかもね、お酒昔はめっちゃ飲んでる、今全くナッシングなんで、飲むとしてもガタンっていっちゃう可能性があるんでね。じゃあ親父さんにトマトジュースを今度親父にトマトジュース与えてHarry, I want a malt scotch. もちろん親父本当になんか今はそうじゃないですか、前世紀はジェームズ・ボンド的な My name is Bond, James Bond. ちょっとショーン・コネリー的なね、Bond, James Bond. Martini shaken, not stirred. Sean Connery.Brecht. My name is Sean Connery. Brecht. 似てるでしょ? Sean Connery. No, Inspector. I am going to kill you. ね、ピアス・ブロスナーはちょっともっとキザなんですよね。Bond! James Bond!ボンド、ジェームズ・ボンド、オカピツボに余った。そうピアス・ブロスナーね、目を細くするんですよ本当に。なんかちょっとこう見えますよ。そうめっちゃ似てる。ねショーン・コネリーも、もう胸毛みたいなさ本当になんか。でちょっとシュッシュッつってのがもっとなんかシュッシュッっていうことになるんですよね。ダニエル・クレイグが見た。怪人が受けるものまで、オカピーが受けるとは思ってなかったです。ああもうオーキッドバーでこの曲聴きたいわね。お送りしてるのは上原ひろみで Life Goes On です。ハリーがお送りしています J-Web Hello World。 今夜は世界をもてなすホテルオークラ東京にフォーカスしています。引き続き僕ハリーがホテルオークラ東京をレポートしてきた様子をお届けします。さあ続いてはですね、思うだけで素敵な香り味わいたいです。本館6階の中国料理店トーカリンさんです。早速聞いてみましょう。はい、来たのはまあ凄まじい場所ですね。東京のいろんな VIP や世界中のいろんな VIP が集まる場所、ホテルオークラ本館の中華料理屋さんですね、トーカリンです。いやー久しぶりに来たんですけども、ちょっと伺ってみていいですか。はい、ホテルオークラ東京には現在8つのレストラン3つのバーがあり、すべて直営を行っております。トーカリンは開業当時より続く中国料理のレストランで、本格的な広東料理が親しまれてきました。実は2004年に初めて全面リニューアルを行い、18世紀中国の清朝時代をデザインテーマとしております。現在は3代目の料理長として、陳が日本人の味覚に合った料理への飽くなき味への挑戦を続けております。その料理っていうのが本当に僕にとっては1年に一度の楽しみであって、母親がもしくは父親が10日にじゃあ今度誕生日に行くかってなると、自分の中でああ楽しみだな、あ北京ダック食べれるのかなとか、あとまあ、あまりにも分かりやすいところなんですけども、もう広東の料理じゃないですか。だからもう本場の酢豚が食べれるっていうね。あでもちょっと嬉しく思ったのが、インテリアは違ったとしても、そもそもあるその香りっていうのは、さっき入ってきた時に北京ダックを包む香りあるじゃないですか。あの香りはちょっとふわっとして、それにかすかに中国茶の香りもしたんで、なんか目を閉じれば当時のものすごくざわついていて、本当にその後北京に留学した時に分かったんですけども、なんか本場北京のような絵が見えてきますね。いやちょっと改めてもう一回ね、まだ1年ありますからね、来て酢豚食べようかな。いやトーカリンね、
1年に一度の東カレー、懐かしいです。そうなんですよ、僕その11歳の時にイギリス行って、18の時また帰ってくるんですけども、その11歳までその1年に一度の東カレーがあって、18歳に帰ってきて、中華って、ねどこ好きなのって言った時に、あなんか実家に近いところにトーカリンだよねって、えーみたいな、でも分かってなかったんですよ、トーカリンって。あ結構素敵な方々いらっしゃるという場所でね、まあでも歴史的というか、おそらくいろんな方々が、いろんなね、まあ歴史を影響するようなね決断を、ちょっとそういうねトーカリンの個室でちょっと話し合ったりした可能性もなくはないと思いますけども、まあ、なんとですね、私の声からちょっとした、もうちょっとねもう我慢できないです、もうさっきからずっとねこのスタジオの中ですごい懐かしい香りがしてるんですよ。なんとですね皆さん、今夜スタジオに思い出のあの酢豚ねご用意しています。トーカリンの酢豚はホテルオークラ東京の、シェフズガーデンテラスで6月22日から28日までまで販売してるんですけどもね、テイクアウトとしてですけども、今夜特別に用意していただきました。ごめんなさい、もう行っちゃいます。これですね、YouTube ライブの方で皆さん見れる方分かると思うんですけども、ラジオを聞いてる方のためにちょっと説明したいんですけど、普通の、結構酢豚って、スイート&サワーポーク、かなりいわゆる、ソースの部分がちょっと赤めなイメージがあるかもしれないんですけど、トーカリンのは少しね若干ちょっとオレンジめのが強いんですよね。で、酢豚自体も結構その例えば 2,3 センチのブロックというよりはもうちょっとちっちゃいんですよ。さらに、衣がちょっとポイントで、あとねまさかのねネギもあればラッキョウというまさかの、2トップ下のワントップっていうのがあるんですけどね、ちょっともういただきましょうか。ああもう口に入れる前から最高、この箸でつかむ時のこの柔らかさ、ごめんなさい、もう相当思い出あるんですよ。いただきます。もう鼻の下にもう置くだけで気持ちいいわ。いただきます。ああもう素晴らしい。もっと真ん中。なんて美味しい。幸せ。最高です。これね、全然努力しない、する必要ないんですよ。気がついたら、ね、皆さんね、酢豚がとろけるって言ったら、何変な表現だな、みたいなさ、またちょっとテレビ寄りなちょっと表現言ってる。本当にとろけちゃうぐらい、歯を少しだけ動かすだけで、どんどんね、消えていくんです。なんかね、ちょっと使ったこの揚げたねオイルとかもねすごい素敵だね、もうセサミーなオイルですし、あこのネギとかもちょっといっちゃっていいですか。いい音するわ。あそしてラッキョウもね、皆さんこれ味わってください。6月22日から28日までテイクアウトして販売していますので、ちょっとね僕のね子供の時の、ね、エピソード聞いたりしつつ、ちょっとね食べていただければ嬉しいです。あごめんなさい、一曲いきながらもうちょっと食べちゃいましょう。Heaven。 本当に美味しそうですね。思い出が、思い出があると違いますよね、けどね、どんな味でもね。これめっちゃうまいよ。ちょっとすっげえいい匂いしますね。てか違うってわかる。酢豚の匂いなんだけどちょっと違う。色も全然違うし。そっか、食べ物で思い出すっていいですね。ちょっと食べた方がいいよ。じゃあおかぴ、じゃあ私、じゃあ食べたらしい、向こうに持って。でしょ。もうちょっと待って、ちょっとやばいっしょ。
これはすごい。めちゃめちゃ肉うまいですね。ね。らっきょうがあれなんでしょうね、その一般のパイナップル的な酸味の役割してて、うん、肉めっちゃ。これ子供の頃食べると他の酢豚が食べれなくなりますね。舌が超えまくりですよ、それ。こういうもんだって思ってた。違うんですよ、あのでも1年に1度ですからね、うん、皆さんにちょっとあのツイート、あ、来てるからテラちゃん行っちゃっていい、うん、じゃあ今日ね、トッカリン、やっぱりトッカリンだっていう、これおいくらでしたっけ、あのこれね、1620円、メールもあるから読めるの置いときます、はい、メッセージツイッター2、3個いきますね、ですね、あと1、2、3、着物着てる人、エレベーターとかいますよね、うんうんうん、必ず、どんくらい尺ありますか、ここ話せるの1分ぐらい、あれもうちょっと話せます、1分ぐらい、OK。プールも覚えてみたいって話だったので。これ、後でいっちゃって、ツイッターいっちゃっていいですか？じゃあ、ツイッターいきましょう。2件いきます。うん、That was John Legend, Heaven. いや、まさにヘブンですよね、先ほどの、トーカリンの酢豚ですが、これね、6月22日から28日販売している期間、テイクアウト1620円で、買うことができますので試してみてはいかがでしょうか。ツイッターの方を見てみますと、けいこさんもね、わあやっぱりトーカリンだ、大好き大好き、トーカリンのお料理は優しいお味で本当に美味しいんだよねって。そうなんですよ、ありがとうございます。ぜひともね、酢豚食べてみてはいかがでしょうか。もう一つツイッター行きましょうか、ランブリンマンさんからです。ハローハロー、ありがとうございます。ホテルオクラ、以前行った時従業員の女性の方が着物を着ていたのを覚えています。今はどうかな。今はもう着てらっしゃいますよ。いや、僕もね、あの結構6、7歳の杉山くん恋しちゃってて、完全にこの従業員の方で、あのね、一人のあのクロークで、ちょうどあのロビーのニューススタンドの隣にクロークがあるんですけども、秋田からの方で、もすごい美しく素敵な方で、6、7歳でなんか、あ、もういいなって、なんかそれでニューススタンドからのクロークのその一連がね、僕にとっての結構楽しみだったんですけれども ね、非常に今もね、あのすごいエレガントな方々がね、少しなんか、ロビーから例えばプールに行きたいな、どうすればいいのかなって言ったら、あの素敵に答えてくださりますので、ぜひともね、ね、まあ本当に行ってみてほしいですよ、うん、一度は目にしてほしいです、そうです。今夜は世界をもてなすホテルオークラ東京にフォーカスしていますが、まあ、お知らせに続いては、ホテルオークラ東京の、ん、続いては何ですか、絶品スイーツを紹介します。メッセージも行きたいですね、はい、そう、ハリ君が現場で言ってたプールの話とか、うん、使ってないから、うん、結構ちょいちょいメッセージ来てるんですね、うん、あとね、結構貴重なシナモン、いろんな要人の方と接した、
ごひいき。ちょっと待って、これちょっとなしにしましょうか、うんうん、ごめんなさい、こちらとごめんなさい、これでも違うところでぶっ込むことでしょ、うん、この次のところじゃないですよね、またあまり良くないかもしれない、今そう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 、うんうん、ごめんなさい、大丈夫です、でもあの、うん、メッセージコーナーはまた違うところで入れますよね、まだあります、次のこの後、はい、試食の後ですね、はい、はい、失礼しました、また杉山さんの声大きい男、いやいや6、7歳だからもういいでしょ別にそこは、この間いらっしゃった方ですか、あのクログに、いや違います、違います、それあそこはもうみんな結構バイトでちょろっと入ったりて、うん、何しようとしたんだっけ俺ちなみにチケットがこちらになりますので、うん、でエンドで発表、うん、誰にあ、ね、それは発表を持ってます、あー、オッケーです、これ入れちゃいます、メッセージ、ここそうですね、先にまあ試食して試食して、うん、で余った時間でいければいいんじゃないでしょうか、試食の後、試食の後、うん、あこの2つの後ここですね、ちょっとそこで、あ思い出した、はい、40ですね、お送りしたのはスペンダーホテルホーム、あれどっかで聞いたことあるかなと思うこのボーカル、そうです、ゴチエでした、さあ六本木ですからお送りしています J-WAVE Hello World、 今夜は世界をもてなすホテルオークラ東京にフォーカスしていますね、本当ホテルオークラ東京は宿泊者以外でもホテルのまあ味をですね家庭で楽しめるホテイチグルメを誕生させたホテルでもあります、ということでここからはですね、館内のシェフズガーデンテラスでテイクアウトできる人気のスイーツをご紹介しましょう、まずはこちらです、フレンチトースト、ホテルオークラ伝統のフレンチトーストを家庭でいただきますあ、特製の卵液にじっくり漬け込んでふんわりと焼き上げた、まあ、一品なんですけども、スタジオに用意されています、いや これね、でもこれほとんど僕食べたことないです、 1,2 回ぐらいしかないです、もうね、まずビジュアルからして皆さんのイメージでフレンチトーストと比べると、あの本当に見事にあのフレンチトーストにべっちょりって言うとちょっとおかしいですけどもね、あのプールの中に浮いてるような感じなんですよ、これちょっと待ってください、あーこのメイプルシロップとこのバターのミクスチャー浮いてます、その真ん中にフレンチトーストが、では行かせていただきます、これ、ね、いいんだよね、このね、あのバターがまだ完璧に溶けてないバターのブロックがあるだけで僕ちょっとね興奮してきましたね、はい、ではいただきます、ちょっと切って、あーこのちょっとね
バターのブロックも軽くつけて、ちょっとあとね、結構ね、ごめんなさい、本当こういうの食べ方としてもしかしてダメかもしれないけど、ちょっとねメープルシロップね染み込ませたいんですよ、このトーストにね、パンに。では Here we go。 いやいやいや、トースト飲み込んじゃいましたよ今。飲めちゃうのトーストをね、えこれこれ衝撃ですよ。うん、なんか皆さんフレンチトーストっていうとちょっとしたらちょっとサクサクのイメージがあるかもしれませんよね。じゃなくてその上にこのメープルシロップとバターかけられていい感じに浸透してるんですよ。この浸透具合がね結構ね奥の方まで浸透していて、もはやこれをトーストというふうにね感覚ちょっと忘れた方がいいかもしれないです。これフレンチトーストといってもね、フレンチトーストを超えてしまったね。だってスワラー要するにあんま噛まなくても飲み込めちゃうんですよ。もうちょっといってきます。なんかねちょっとなんかねプリン食べてるような感覚になっちゃいますよこれ。本当にそれくらいもう喉を通りますし、いやーヘブンですねこれ。何回ヘブンって言っちゃうんですかね。じゃ続いていきましょうか。フレンチトーストに続いてはこちらです。レモンパイ。そうですよこちらね、もうオークラの伝統ですね。半世紀変わらない伝統のレモンパイです。まだね、当時ケーキが身近ではない存在だった頃、シンプルな素材でできうる限り贅沢な味を追求した、創業当時の職人たちのケーキへの憧れと夢が詰まっている、こちらのビューティフルな一品ですけども、ではちょっとね前に置かせていただいて、あちょっと待って、今ねレモンパイのお皿を手に取っただけでこのレモンパイがなんか震えるんですよ。ブル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 、そのカスタードの部分がで上に乗ってるこのメレンゲ、ちょっとねちょっとフォークで触ってみようかな。あこれはねもういきますよ。硬くないのメレンゲが、また何なのこの柔らかさ。じゃあちょっとああいっちゃいます。ちょっと大きい感じですいませんね、いただきます。いや何これベルサイユ宮殿何ちょっと本当にでも今僕ベルサイユ宮殿とかって言っちゃいましたけど、なんかそういうすごい豪快なね、甘いとかクリームきましたとかカスタードっていう感じじゃないんですね。すごい爽やか、うん、レモンカスタードが、でこれがまたメレンゲといい感じマッチしてるんですよ。なんか余計なマスが全くない、これちょっと意外です。あしかもね、あしかもこ のケーキのベースの部分がねちょっとクランチーなんですね。そことレモンのその固まったカスタード部分がちょっとなんかゼリー感覚みたいなのあって、そしてさらにメレンゲが来ると3段階で攻めてくるんですよ。これ相当ゴージャスですけど、ゴージャスなのに品がある、まさにエレガンスそのものなんではないでしょうか。ホテルオークラ東京のレモンパイでした。さあここでですねちょっとメッセージ紹介の方いきましょうかね。ラジオネームユッキーさんです。ハリーさん初めてメールします、ありがとうございます。ホテルオークラは最高級ホテルなので敷居がさぞかし高いと思っていましたが、ドアマンの方いつもフレンドリーで、ロビーの薄暗い、ランタンも本当にね温かみがあって好きでした。スタッフの方皆さん温かく気取らない雰囲気に超一流を感じていました。どのレストランやバープールも思い出深いです。ホテルオークラ東京は私に本物とは何かを教えてくれたホテルです。ユーケーさん本当にねおっしゃる通りなんですよ。なんかその例えばね高級なホテルって変な話、まあ一宿泊者じゃない方が行ってみたらちょっとなんかアウェー感があって、ちょっとロビーにいるだけでなんかちょっとジロジロ見られてる感じがしてちょっと嫌だなって、ちょっとなんかここにいられないのも出ようかなって思っちゃうかもしれないんですけど、ホテルオークラそういう雰囲気全くないんですよね。もっと言うと僕泊まったことないですし、うん、日常的にねその子供の時には使わせていただいたっていうか、
ね、夏休みの時にもイギリスから帰ってきてちょっとなんか宿題やんなきゃいけないから家とかあれじゃないですか、自分の空間がないじゃないですか実家だと。だからちょっとホテルオークラのロビーとかで勝手にやってる、本当はダメかもしれませんけどね、それくらいねアットホームな空間なんですよね。ちょっとぜひともね時間がある時に少し読書でもねロビーとかしてみとかね、見てはいかがでしょうか。あとゆきさんプールも思い出深いと、ホテルオークラのプールね素敵なんですよ。いろんな方がいらっしゃいますしね、ありがとうございます。さあここでですねホテルオークラ東京からプレゼントをいただいています。8月8日金曜日から8月31日日曜日までホテルオークラ東京にて第20回秘蔵の名品アートコレクション展が開催されます。こちら芸術チャリティホテルの3つを柱にしたメセナ活動の一環としてですね、ホテルの持つ社会性そして公共性に着目し、社会に還元する文化活動の構想のもと開催してきたチャリティー絵画展です。第20回の節目となる今年は日本人の原点でもある伝統的な日本独自の美にもね着目いたします。こちらのご招待券はペアで5組10名様にプレゼントさせていただきます。番組ホームページ右上のメッセージ&プレゼントからまたは直アド hw.j-wave.co.jp でお待ちしています。なんて素敵なお時間だったんでしょうかね。僕のパーソナルな経験もありましたけども、来年8月まで本館があるということで、ぜひともね、泊まるなりちょっと日常的にフラって行ってみて、ぜひともね自分の目で確認してみてはいかがでしょうか。今夜は世界をもてなすホテルオークラ東京にフォーカスしました。閉めちゃって大丈夫だった？大丈夫です。時間があれでしたもんね。時間がねちょっと、最後にもしねあれだったらバス乗り場の話もちょこっと、ホテルの本質の話ではないけど思い出として曲変わりました。曲がこれになりました。はい、今までの試食の中で一番美味しそうですね。フレンチトーストはちょっとオカピやばいよ、やばいって。もうフレンチトーストいろんな試食あるけどこれ一番美味しそうな気がする。フレンチトースト半端ないってもうトースト飲め込んじゃうんだもん。これベルサイユ宮殿これ、ね、素晴らしい。確かに、ね、すごい。あ、オカピーガメ食べましたね。あーこれめあーこれめっちゃうまい。あ、噛まないっていうのは分かりますね。すっごいひた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 。これのジュース欲しいわ。どういうことですか。いや、めっちゃひたひたですよ。プレーンだ。超うまいな、あれ。ハリさんは飲めるっていうのが分かりますね。ねえ、飲めます。飲めるトースト、飲めるトーストです。あれ朝食なんかでも出てくるんですよね。一回あります。あ、やばいな。このね、レモンパイのメレンゲの部分の、ちょっとねフォークを入れる音を聞いていただきたいんですよ。なんか踊ろうじゃないの、終わろうでやろうかな。That's what I'm talking about.
ジェス・グリーン。ジェス・グリーンですね。ジェス・グリーン。Listening to the Hello World, ladies and gentlemen. That was Jess Glynn with Right Here. さて、お写真続いては日本赤十字社学研 The Reason Why。ナビゲーターは南沢奈央さんです。私、ハリー杉山とはまた後ほど。黙々と食べてる。ほうおーほうおーひっくり音だったね。ほうおー予想したのが違った。爽やかですね。この時間はちょうどいいかもしれない。 Looking back on the morning rain。 メレンゲすごい咲くね。なんかもうね、あの曲書きたい。なんだっけ、ね、すごいちょっとエロティックな曲なんですけど、Let me lick you up and down until you say stop。 なんだっけあの曲、 Let me do all the things that you want me to do。 Let me play with your body baby till you get real hot。 Cause tonight, baby, I wanna get a freaky with you。 もうメレンゲを何してるんですか。ハリー君食べ方お上手ですね。いやすごい綺麗だなと思って。これは難しいですよ。ホールで食べたい。ホールバイ。
Yeah. なんかツイート何かあります？なんか最後に。なかったら僕のホテルオークラのちょっと。そうですね。ハリ君の。はい。うん、あの バスの話とか好きなんですけど。Okay. 写真もあります。ヤマン。Yeah, yeah, yeah, man. すがし？これ、あの、何分バックですか？いや、あります。はい。OK。せがしがもう通用語になってるんです。すいません。ん？せがしって呼んでるんですか、普段から。そう。あら。で曲つなぐと帰ってくるの58、3時ぐらいですか？ 58、3時だとちょっと厳しいですもんね、うん、だからじっくり今日のまとめというか、うん、OK で8月に建て替えてもまだこうやって伝統守られるとかそういう感じもあるし、うんうんうん、Oh yes, let's groove and make it smooth ゆっくり楽しみましょう金曜の夜です今日のラストナンバーは Betty McLean A Step Closer でした。はい、ということでね、今日は、まあ、僕にとって結構思い出の場であるホテルオークラ東京の本館ちょっといろいろフォーカスしたんですけども、あの最後はねちょっとなんか話したいのが、もちろんね、ホテルオークラ東京の中もあれなんですけど外からの外観も、ね、実に、ね、和のテイストがあって素敵で、で僕にとって その思い出の一つが実はホテルオークラ東京 その本館の前からリムジンバスっていうのが、いつも、まあ、成田空港に出てるんですけどね、あこちらの方ですね、あの YouTube ライブでは見ることができます、オレンジと白のバスが懐かしくてね、まあ、イギリスに僕は行ってる時によくあの1年に年に1回かな、あのこっちに帰ってきて、で、まあ、親父と、まあ、おばあちゃんと一緒に、まあ、3ヶ月過ごして、で、年にちょっとぐらいしか会えないから、結構、まあ、素敵な時間なんです。僕にとっても大事ですし、ちょっと忘れかけてた日本語も、ああ、またちょっと話せるようになってきたなぐらいで、でそのタイミングでまたイギリスの寮生活に戻んなきゃいけないって、でちょっと寂しいんですけども、この、あの、エアポートリムジンの、いわゆる、まあ、まあ、泊まる場所ですよね。まあ、駅って言ってもおかしくないんですけども、そこでいつもなんかいろんなストーリーがあって、必ず朝7時20分のバスに僕、まあ、よく行ったんですけどもね、ちょうどバスに乗って親父とおばあちゃんがバイバイって言ってくれるんですけども、そのバスが乗りにあの動き始めてホテルオークラン の敷地内から出るところまで行っても後ろ見てもまだうちの親父とおばあちゃんがまあなんかバイバイって言ってヌヌちゃんって僕のニックネームなんですけど、ヌヌっていうのはで叫びながらなんか一番最後までずっと見えなくなるまでずっとうちのおばあちゃんが、ね、あの手を振ってくれてね、やっぱだからもう亡くなってしまってるんですけども、うちのおばあちゃんあのねホテルオークラこの久しぶりに行ってやっぱいろんなね思い出がねちょっと振り返ってきたりしてて、やっぱその建物とかって子供の時からもし思い出深いと結構細かいところとかね、あ例えばこういうこの階段とか変な話ね、あのこのお手洗いであなんか失恋した後鏡に向かってうわーって叫んだりとかさ、めっちゃ号泣したりとかっていろいろあるじゃないですか。だからあの建造物とかって
あのもちろんそのなんか外からの迫力っていうのもあるかもしれないですけど、ちょっとしたこういう部屋とかの思い出で、でね、あの僕思ったんですけど、ホテルオークラもそうですけど、例えば昔全く違うね、子供の時行った学校の建物とかまた改めて見て29になった自分として、また違うこと感じるんじゃないかなと思ったりして、ホテルオークラだけではなく、僕ちょっと建造物でちょっとなんかね懐かしい思い出あるとかね、行ってみたいなと思いました。まあ、でも来年ね8月までやってるということで、もし機会があったらね、少しでもフレンチトーストなり、ね、レモンパイ食べるなり行ってみては、確認してみてはいかがでしょうか。さあ、Hello World! DJ 太郎さんがナビゲートする来週月曜日はですね、うなぎにフォーカスします。あー食べたいな、絶品のお店の情報をたっぷりと紹介していきます。さあ、J-WAVE、この後12時から My Man 藤田匠さんがナビゲート東京リアライズへと続きます。今夜もどうぞよろしくお願いします。さあ、僕はですね、明日ねちょっと久しぶりのオフなんで、今夜もねちょっとサッカー見つつぐっすりね、しようかなと思うところもありますけど、あー Time to relax。 ここまでの相手は僕ハリースギャムでした。それまた来週、 Cheerio tata Good night, bye bye. Good nice one. お疲れー、オブリガードございます。オブリガードございます。話していいですか、この間群馬の大泉町というね、日本でブラジル人の人口が最も、まあ、密度が高いと言われている、大泉町なんです。そこから、まあ、ちょっと開幕戦を向けてちょっと中継をすると、でフットサルパークみたいなのあるんですけど、うん、そこのなんか画面で、まあ、ちょっと見ようかと、でそれを、まあ、CX の中継でやったんですけども、最初本番ね、実際試合がスタートする2時間前でもう誰も来てないんですよ本当に。なんか、まあ、ちょっとまだ開幕戦ないんですよ、どういうことなんだよさ。でちょっとずつ集まってくるんだけど、集まってくる人も全然大泉町と関係ない。普通に日本人の方々ばっかで、なんだろう、ちょっとブラジルっぽいなと思ったら、なんかちょうど試合30分ぐらい前、やっとのそのそね、日系ブラジル人の方々も集まってきて、でその中で一人なんかもうノゲーラみたいな超ごつい、もうしかもでかいの190センチぐらいで、もう胸もう胸筋もパンパンみたいな感じでさ、でその人が来たんですけど、まあ、ちょっとなんか中継をしたいんだけど、なかなかさ、ちょっとなんかこいつ誰なんだみたいなさ、うちらの陣地何仕切ってんのみたいなさ、お前ちょっとなんかポルトガル語ちょっと喋ってみろよみたいな感じで、もうちょっとフレンドリーな感じなんですけども言ってきて、何ちょっとなんか何、あ、イギリス人なんだ、へー、なのにブラジルユニフォーム何してんのかなみたいな感じで、ちょっと雰囲気を出し始めてたのあったんですね。で、でもやっぱそこはね、まあ、やっぱりなんかやっぱ仕事しなきゃいけないわけだし、まあ、ちゃんと中継もやって、すいません、ちょっと協力していただきたいので、ちょっといろいろ盛り上げてくださいでって言ったら、まあ、分かって、俺任せ、俺全部分かってるからって言ったらね、そしたら、その場、その中継、生中継したら、普通に消えてるんですよ。なんかすごい、さっきまでさ、もうかけて、うおーってさ、バイブラジル、バイブ叫んでてさ、もうドンドンドンってやった人が、やっぱそこはちょっとシャイな面があって、で、一番最後に、ちょっと、今日は本当ありがとうございましたって僕は言ったんですよ。そしたら、分かった。でもちょっとブラジルに対してリスペクトを込めて言ってみろみたいなんです。オブリガードございますって言ってみろよみたいな、超ドヤ顔で言ってきたんですみたいな、わかりました。はい、って言った。オブリガードございますって言ったら、ってなってさ、そこでちょっとやっとなんか心と心がつながって、やっぱ物事いろんなものに対してちょっとなんか中途半端にやるんじゃなくて、あ、すいませんすいません、あ、すいませんすいませんとか軽くなんか、いわゆるなんか大人の対応もたまには大事だけど、まあ、ちょっとなんか向こうの情熱もちょっと吸収しつつ、自分の情熱もちょっとプラスアルファしたら、一番最後にオブリガードございますってなる時もあるんじゃないかなと思って、何の話やー何の話やウケすぎでしょ、ウケすぎでしょ、原稿を投げてね、ね、ああ今日新しいショーン・コネリのパターンが出てきましたよね。うん、今日はいろいろ疲れました、おやすみなさいって
いや、まだこれからですよ。あのですね、人生というものはビタースイートシンフォニーですよ。甘い時があるからこそ辛い時も辛くなる、辛い苦い経験があるからこそ甘いものも甘く感じることができるんですね。日本代表、ええ、かなり厳しくなりました。イングランドもね厳しくなりました。だけどここでベースト16決めた場合、なんてスイートなのか、ね、にしても今日はスイートオンザスイートオンザオンザスイートでしたね。酢豚からのフレンチトーストからのレモンパイ。酢豚すごかったですね。酢豚めっちゃ、めっちゃ半端ない、半端ない。あ、ごめんなさい、あのオブリガードっていうものはありがとうっていうのね、Thank you っていうことです。オブリガードございますって言ったら、要するになんかいわゆる日本語とブラジあのポルトガル語をもう合体させたっていうことでね。長い1週間だったな。明日お休みですもんね。やったよ、やったよ。いや超楽しいですよ。だから自分大好きなサッカーの仕事もやってね。今週はあのまたちょっとあのエミチャンネルって上沼、はいはい、恵美子さんにあのまた呼んでいただいてちょっと嬉しいことに、なんだけどまたダメやな。あれもう関西の現場って本当にもうあのもうマシンガントーク、マシンガントークで意地がありますから。そうそう、だから要するに私は面白いの当たり前、あみんな面白いのが前提で出てるんですよ。いかに面白いかっていうことをさらに見せつけなきゃいけないっていうところで、やっぱ1回目まあまあヒットしたんですよ。でも2回目ちょっとディフェンシブで行ったんですよね。ちょっとゲームの空気を読みつつ、もちろん上沼さんもスーパー大御所ですから、すごいスーパーもザク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 いった歌いのね、本当にね。しかもちょっとなんか現場をシーンとざわつかせるようなさ、 You shall not harm Harry Potter とか上沼さんにやろうかなって一瞬思ったんですけど、まあ、ちょっとやめてセーフみたいな、やめてセーフみたいなさ、ディフェンシブな感じでね。そうそうそう、あのイタリアのカテナチオあれですよ、あのイタリア代表のね鉄壁のディフェンス、カテナチオちょっといや、カテナもう決めるのかどうかちょっとね気になるところですが、すいません、お時間ですよね。号泣してる何何何何何してる、号泣号泣号泣してますよ。号泣食いながらみんな笑ってます。食いながらね、苦いと辛いそうなんか言ってたら辛い、うるさいね、ねえねえ、どうなんだろうなワールドカップ。何かな、まあじゃあ今日の締めはボンドでいきましょうか。あのね、そうそうそう、ショーン・コネリーはあのね、例えば、TS の発音をね、ツッツッっていうものをそれはチッって言うんですよ。だからよくあのイギリス人の中では例えばショーン・コネリー、ジェームズ・ボンド監督、あの胸ね、ブレスって普通言うんですよね。例えばあの鳥のブレスって言うんですけど、ショーン・コネリーの場合はブレスって言うんですよ。 My name is Bond James Bond Yes ブレスで、ピアス・ブロズナンはボンド、ジェームズ・ボンド、目を細めるのボンド、ジェームズ・ボンド、ブレッシュ・ボンド、ジェームズ・ボンド。今ちょっと違ったら、今のどちらかというとなんかあのオースティン・パワーズのあれ、ミニミーって分かります？分かりません。あのどMy name is Dr. Evil. I want to rule the world. And this is my friend, ミニミー。Bond James, not harm Harry Potter.
You shall hear! Oh!ということで皆さん素敵な金曜の夜を。以上私ハリー杉山でした。バイバイ。 Good night, good night dreams. But good nice one.